こんにちは。こんにちは。今日は、はい、ビーフバター焼きっていう、なんか福岡のソウルフードかな。ビーフバター焼き、鉄板の上にパスタが乗ってて、パスタ、はい、で、牛肉あって、はい、その上にジャポネソースがあるんですけど、はい、ジャポネソース市販がなくて、ちょっと一から作ろうかなと思って、はい、やります。了解です。なので、玉ねぎ3つ、はい、2つでいいかな。2つ、了解です。バター焼き、ビーフ、とにかくバターをたっぷり、だからカロリー高いから、カロリーですね。それで僕が呼ばれただけですね。せやで、お醤油100スースー、スイスイ、50スースー、で、酒も50スースー入れます。で、お酢も50スースー。リンゴ酢、美味しそうやね。普通のお酢の違いがあんまり分かってないね。なんやろね、甘め、おまけの。じゃあ、いきます。ダメだね。リンゴとか一緒に入れたらなるかもしれない。うん、なるかもしれない。確かに、赤かここの液体はね。うんうん、一緒に混ぜたら。よし、じゃあ、そうしましょう。リンゴも入れてみよう。はい、リンゴの水分にちょっとかけよう。で、ちょっと細かくして、でも細かくしたらもうすりおろすことは不可能になります。そうね、かけましょう。かけよう。ちょ、入れちゃおう、これ入れ、漏れんよね。あ、いいですね。よしよしよし。あ、ならいけますね。よしよしよし、もう水分入ったっけ。よし、そのスペースも入れよう、全部入れよう。めっちゃいい。はい、はい、おー、いたいたいた。あ、じゃあいいじゃないですか。よし、じゃあこんな感じでこれをちょっと煮詰めて玉ねぎの辛さを飛ばします。はい、あ、いいね、いいね、あ、いいね、ドロ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 っと。大変やった。あ、リンゴを1個入れるの忘れとった。あ、あとちょっと油、オリーブオイル入れます。ハチミツは中田かな、後ろの棚に。お、ニンニクちょっとください。辛味、じゃあ生姜もすりおろします。はい、はい、はい、じゃあ入れてください。よう、これでいいですか。よかよか、いきまーす、はい、よかよか、だんだんだん、はい、はい、はい、で、これで30分ほど煮詰めていきます。はい、待ちです。待ちです。はい、ということでジャポネソースがこれもう美味しいです。お昼食べました。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。で、パスタをちょっと湯がいてほしいです。はい、2つおいで、おいで、お肉を炒めるんですが、はい、お肉を大量のバターで炒めるんです。で、そのスキレットで、まあ、鉄板、はい、これそうで、そこの方のパスタがね、ちょっとパリッとなる感じが、うん、肉肉、油がすごいね、これ油すげー。ちょっと一口大に切っていきます。僕、イメージで最初切った時、ステーキかなと思ってました。あー、違うじゃん、こういうなんか薄切りの肉、薄切りでバターを大量。そう、味付け、その時の味付けはバターと塩コショウだけで、その後にこのジャポネソースが効いてくるわけですよ。はい、じゃあグツグツなってきたんで入れまーす。すわ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 。はい、で、ここにバターがあります。7分開始、はい、これを致死量入れます。はい、致死量、致死量入れました。はい、いいですね、致死量、致死量。マジでもうこれ半分の半分ぐらいでいいです。通常はもうこれが全部ここに行くんね、ここ、全部やば。で、炭水化物もしっかり入れて、この大体ブロッコリーとか備え付けるけどね、はい、甘い人参とか、そう、備え付けますね。でも肉入れます。はい、うわー、しかもこの肉もええ肉ですよね。むっちゃ綺麗で、本肉で刺しがだから、後から人工的に入れられた刺しかもしれない。
やべえなー。うわー、うわー、バター2になってますね。バター2、バター揚げ。まあでもソースがね、玉ねぎなんで。そうね、野菜もね、野菜なんでね。そうだ、つかないようにスキレットにこの油をちょっと入れとこう。おお、いいですね、うん、そのためのあれですね。そういうこと、多めのバター。そういうこと。もういいんじゃね。まあちょっと固めでもいいですよね。いい、よし、オッケー。じゃあもらっていい、これ。はい、これをよいしょ、この上、ここに置いていくわけですよ。カリッと水は切らんでいいんですか。うん、乳化。あー、ペペロンの使う技です。うん、そう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 。で、この上にお肉を置いてください。お肉、肉、肉、お肉、お肉いきます。置いていきます。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃなー、じゃじゃじゃん、じゃ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 じゃん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 じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。はい、これでお肉完了で、ジャポネソースを。ジャポーネー。はい、お肉たっぷりだね。こりゃやばいぞ。うわ、うわい、匂いがうるさい。で、もうちょっとパスタがカリッとなったら完成。はい、じゃあ食べていきましょう。はい、いただきまーす。いただきます。こんな感じ、こんな感じ。はいはいはい、こんな感じ。グツグツなっておりますね。はい、で、おお、カリッとなってるんじゃない。ほら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 、少しカリッと。あ、ほんまや、うまそう。ちなみに米ないけんね。まあ、単体で。で、ジャポネを乗っけて、肉と。ちょっといただきます。はい、うわぁ、カロリーもうカロリー、うん、うん、ハイカロリー。これ白ご飯ないのきついね。結構この肉がいい肉、かなり。うん、もう効いてるな。うん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 、熱い、やっぱ熱い。あぶよ。いや、美味しいです。うん、まあ、まずいわけがないんですけど、パスタがちょっとね、カチッとなってて、うん、美味しい。手作りジャポネがね、思いのほかね、うまくできたからね。うん、熱っ。ジャポネが優勝。うん、むっちゃうまい。いや、これマジでうまい。このジャポネでハンバーグ食べたいもん。うん、こういうのはいつまでも熱々で食べたいから、フライパンで作るとね、冷めるけんが、うん、スキレットか鉄板でぜひやってみてください。はい、以上、ビーフバター焼きでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。マスリオカサガヨカではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオはスリオカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。